趣味に数字占い、はい、家をね掃除してて頑張ってたら機材だとかが壊れかけてました。金曜日です。2の番号を選んだあなたの今日の占いはこちら、But here day、 そんな時もあるさ、そんな日もあるさ、何もしない方がいい日でございます。今日の話なんですけども、そうか、お風呂掃除というか、まあその水着分け、水着は水場系のそのパイプだとか結構カビてるところを、まあ、掃除してたわけなんですけども、いろいろやっちゃっててですね、機材が完全に壊れたとは言わないんで、壊れかけてしまって、なおかつバイクに関しては前々からだったんだけどね、また動かなくなったという、まあね、こういうことあるよね。ちょっと部品がね、どんどん傷んでしまって、買い直して、そしたら他の部品が傷むっていうのになって、まあね、良くないよね。最初が買った上っていうのはそうなんだけど、まあ資金だよね。そんなさ、傷んでもないのに買うっていうのがね、まだちょっとね、心が、そう、進もうという気がないんですよね。たったでも数千円をケチってしまったがためにですね、傷つけてはいけないとか傷ついてたんですよ。ちっちゃい部品があって、その部品のおかげでそのでかい部品が守られてみたいな感じなんですけど、そのちっちゃい部品がね、粉砕されててしまって、まあ、それを開けてみたら分かったんですけど、バイクのそのクランクの中をで、そしたらね、金属の部分が削れてたというね、これ本当にやっちゃいけないことで、で、つまりは、でかい部品を買わないといけないと、お金が余計かかるということなんですよね。でも気づけてよかったです。本当に。気づけてなかったら、またね、その、仕事中に壊れて動けなかったりとか、すごいね、ひどいことになってたんで、まだまだですね。つい最近ね、整備してって、やつだったんで、ね、で、スピードもね、下がってきて、ちょっと不明やったんで、中身見てみたって次第なんですけどね。ボロカスだったという。いや、でも、まだ良かった方ですよ。気づけてたんで。走りしている途中に走れなくなったら辛いですよね。本当に。はい、という感じです。で、機材に関しても、何がとは言えないですけども、これかける。まだ大丈夫。ちょっとがね、頑張らせてるというか、もう運が良かったというか、落としちゃったりさ、水に浸かっちゃったりするとね、やっぱ機械って壊れちゃうんで、すぐに。一瞬っすよ、壊れるのは。辛いなぁ。で、まだ今日はまだましな日かなと、そういう感じです。But here day、これあれですね、英語で、この、悪い髪の日で直訳なんですけどね、髪型が決まらない日だとか、寝癖がすごい日、そういう日を、ヘアって髪の毛ですね、バッドが悪いという。で、デイは日っていうわけです。そんな時もあるさっていう意味合いで、バッドヘアデイというらしいんです。はい、ちなみにこれ、アオレピリキア、はい、これ聞いた感じで、英語じゃないってわかると思うんですけど、ローマ字ではあったんですけど、それよりもカタカナの方がいいかなと思って書きました。これハワイ語ですね、アオレピリキア。もう問題ないみたいな、大丈夫だよみたいな感じで、アオレピリキア。これ知ってる人は少なめだと思うんですけど、ハクナマタタみたいなね、ノープロブレムみたいなもんですよ。ハクナマタタはね、なんだっけ、アフリカの言葉ですよね。なんだっけな。すごく出てこないな。今日はね、掃除して疲れちゃってん。でも、最近行けてないんですよね、仕事が。だから、そのバイクの調子も見よう。ちょっと辛いなぁと思いました。はい、そんな感じの日です。そんな日もあるさ、何もしない方がいい日っていうのはあると思いますので、これのアドバイスを聞いて、別にこのタイトル以外の話でもね、その掃除に関して言ったけど、参考にしていただければっていう感じですね。そういう日もあるさっていうことですよね。本当に出てこない時は出てこない。以上でございます。ありがとうございました。